先月の G7 サミットで広島を訪れた関係者などを案内した学生ボランティアの解散式が開かれました。解散式には G7 サミットにボランティアで参加した県内の大学生など76人が集まり、湯崎知事から感謝状を受け取りました。学生たちは広島駅や空港で道案内などをするおもてなしボランティアと、

海外留学を目指す学生も多いということです。